はい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 。巨人の新人テスト、入団テストで巨人軍に入団した僕が入団テストの裏側をちょっとお話していきたいなというふうに思ってます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元ジャイアンツ、元巨人の選手であった僕が、まあいろんなね、切り口からジャイアンツをですね、まあ紹介したりですね、お話ししたりするっていうようなね、チャンネルになってます。はい、今年中にですね、チャンネル登録者数5万人。500人違うよ。5万人をね、今目指しておりますんで、まだの方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっと新人テスト、入団テストというところについてお話ししていきたいと思います。あのですね、なんでこれ話そうかなと思ったのかというとですね、昨日、6日ですね、新人テストが行われたみたいなんですね、ジャイアンツの、ジャイアンツ球場でね、行われたみたいなんで、そのね、合格者がまあ4人いてみたいな記事を僕ちょっと見たんで、ああ懐かしいなと、僕もね、入団テストを受けて、まあ巨人軍に入団したっていう経緯があったんで、まああんまこういう動画ってあんまないと思うんで、ちょっとね、どういう感じで、例えばスカウトの人が見てんのとか、まあどういう感じで、合格したんみたいなところもね含めて、ちょっといろいろね。まあ今と僕の時ではちょっと変わってるところあるかもしれないですけども、まあ今年のね、例もお話しながら僕がやった時のね、体験談なんかもねお話していきたいと思います。はい、まず今年の入団テストの感じなんですけど、まあエントリーが94人いたみたいなんですね。でなんか書類の選考があって、で結局34人、だから94人から34人、だから60人書類でまあバッサリこう落とされて、実技に移れたのは34人らしいんですね。でその34人のまあ主な、まあ、独立リーグとか行ってる人がまあ多かったみたいで、ね、でまあまあ雨が降ってたみたいなね、その日ね、だからキャッチボールとか、まあノックであったりとかブルペンであったりとか、まあフリーバッティングみたいな感じでまあ入団テストが行われたってとこですね。でまあ合格者が4人いて、ピッチャー2人、まあ、キャッチャー1人、内野1人いたみたいなんですね。で、まあ、僕がやった時、だから僕がやった時って何年や、だから2017年ぐらいかな、受けたんが、確か2017年の、まあ、10月ぐらいだったと思うんですけど、受けたのがね、ちょっとやり方違いましたね。書類選考ってまずなかったんですよ。で、めちゃくちゃひどかったんですよ。僕が行った時に、グラウンド行った時に、まあ、90人ぐらいいたのかな、80人でも90人ぐらいいたんですね。うん。だから多分、書類出した人を全員が受けれるみたいな感じだったんで、まあ、そんだけ多かったと思うんですよね。で、まあ、独立リーグの人とか、まあ、大学生とか、まあ、僕大学生で受けたんですけど、まあ、いろいろいまして、で、まあ、正直、なんかなんちゃって受験みたいな、なんかもう、その辺の、なんか、お兄ちゃんみたいな、野球やってきたんかなみたいなお兄ちゃんもね、いたりとかしたんで、まあそういったこともあって、多分書類選考を、まあ、導入したと思うんですね。で、それで、僕がやってた時はですね、まあその時もね、ちょうど雨やったんですね。雨やったから、雨天の室内で、やるっていうことになって、僕の時はですね、初め第一次テスト、第二次テストみたいな感じであって、第一次は身体能力のテストでしたね。例えばこう、遠投であったりとか、50メーター無理だったんで、雨天で。うん、だから30メーター走とか、うん、そういう感じの、まあ、身体能力的なね、ところの測定が一次であって、そこで、まあ、バッサリ行かれて、で、第二次に受かった人は、なんかノックであったりとか、キャッチボールであったりとか、まあ、シートノック、まあ、ブルペン、ピッチャーだったらブルペン。で、で、最後なんかシートバッティングみたいなのもあったかな、僕がいた時。で、僕、まあ、僕のことをお話してもあれなんですけど、僕はなんか遠投かなんかで僕、参加者でナンバーワンかなんかやったんですね。118メーターぐらい確か投げたんですよ。その年、その、時に確かね、バーン投げて、うん、118ぐらいだった、確か、遠投が。で、30メーターちょっとタイムわかんないですけど、っていう感じで、まあそんな感じで受かってったんですね。
でそこからノックとかやったりとかで、キャッチャーは、まあ、ピッチャーと一緒にブルペン入ったりとかしてましたね。で、最後なんかシート打撃やったんですよ、僕の時はね、うん、まあ、ここにはフリーバッティングって書いてあったんですけど、今年はね僕シートバッティングやって、その時言ったキサヌキさんとか、わかりますか、キサヌキさん、キサヌキさんとか、左ピッチャーのその青木さんっていう方いたんですよ。まあその時はスカウトやったんですけど、まあ、青木さんは今何やってるのかちょっとわかんないですけども、青木さんとかがちょっと 18.44 からちょっと前目、1メーター 2メーターぐらい前からちょっと結構強めのボールを投げて、それを10球ぐらい打って、まあどうかみたいな、ちょっとしたシートバッティングみたいながあって、で、最後、まあ、その日1日で合否が決まるっていう感じなんですけど、まあ、僕はなんかたまたまその、まあ、遠投も一番だったし、まあ、シートノックとかも、まあ、それなりに自分で動けたかなっていう風な感じだったし、でブルペンでもしっかりね、初めてのピッチャーではあるんですけど、まあ、しっかり声出してコミュニケーション取りながら、しっかりねキャッチングを意識しながらやったし、で、バッティングでもですね、まあ、室内だったんで、僕はそんなにパワーがあるバッターではなかったんで、室内だったんで、とりあえずライナーを意識して、まあ、どこまで飛んだみたいなのをあんまりわからないですから、その室内でね、こうカーテンというか、こういう、ネットが降りてるんで、あんまわからないね、できるだけ低くて強い打球を意識しながら、まあ、青木さんであったりとか、北野さんのボールを打とうと思って、やってたんですね。そしたら、まあ、僕の時は何人やったかな、90人ぐらいいて、で受かったのが多分確か5人ぐらい受かったんですね。4、5人、6人ぐらいとか、5人か6人ぐらい、4、5、6人ぐらい受かって、で、その時に言われるんですよ。これ受かったからって、ジャイアンツに入団したって、周りに言わないでくださいって言って、それで、早とちりして、受かった受かったって言ってドラフトで呼ばれなくて、なんか問題になったこともあるんで、なんかなんでうちの子がなんか選ばれないんですかみたいな感じで、なんかこう苦情の電話とかも来たことあるんで、ドラフトが終わるまでわからないんで、そうやってなんていう、まあ、受かったよというふうには報告はしていいけど、巨人軍に入団できるみたいな感じで言わないでくださいみたいな感じでね、念押しされて、で僕はもうその時も受かるとも思ってなかったし、受かってもドラフトで選ばれないだろうと思ってたんで、まあ、周りにも別に言ってなくて、親だけに、あ、なんか受かったわ、もしかしたらユナイテッド入れるかもしれんぐらいの感じでね、言ってて、まあどうやろうなみたいな、ドラフトってなんかそういう運もあるんやろみたいな感じで言われて、あ、そうなんよ、だからまあ無理でもそんなに思わんといてなんだよみたいな感じの、僕結構軽い感じだったんで、だからまあ受かった時もドラフトで、おいおい俺選ばれたで、おいみたいな、関西大学小山翔平って俺しかおらんやろみたいな感じで、まぁ、ちょっとびっくりしたのも、覚えてますね。はい。で、まぁ、まぁ、これ4人受かったっていうふうに言ってますけど、まぁ、おそらく、ドラフトで指名されても、まぁ、育成の選手かなっていうふうに思います。まぁ、僕の時も、まあ、5、6人受かりましたけども、まぁ、全員育成。僕、6人ぐらい受かって、何人指名されたんやったかな。僕の時結構多かったですよ。6人中3人ぐらい指名されたんですよ。僕と、折下幸喜っていうね、今、早手、で、まあ、今年で野球引退しましたけども、早手行った折下幸喜と、で、荒井壮太っていういたんですよ。うん。そいつも受かったし、あ、田中雄大っていうピッチャーもいたんですよ。ちょっとサイドのね、まあ、育成選手だったんですけど、その4人受かってましたね。ってことは、6人ぐらい受かってて、4人が、育成で指名されてたんで、結構ね、まあ、いい感じで受かってたんちゃうかなというふうに思います。まあ、今回の人たちは4人なんで、まあ、どういう感じでね、なるかわからないですけども、まあ、結局、まあ、主に独立リーグの在籍者がメインっていうふうに書いてあったんで、多分、スカウトの人たちも、見ていると思うんですね。そこで初めてその選手のプレーを見たわけじゃなくて、多分、独立リーグの人なんで、こう見たことがあるんですね。スカウトの人たちが。あ、こういう選手いるなっていうの分かってて、で、それで巨人に入りたいという感じでね、来てるわけなんで、多分、前のね、動画とかを見返してると思うんで、そういったところで、まあ非常に、まあ入団テストで受かるってなかなか、すごい倍率だと、今回もだって94人で4人しか受かってないわけですから、まあすごい倍率ではありますけども、まあ、もし、この動画を見てね、俺もプロ野球選手になりたいなとか、自信があるんだけど、まあ、例えば僕みたいにね、大学の時はまあいろいろあって試合出れなかった、野球が不完全燃焼だけども、ちょっとやっぱりこう、一番上のレベルでやりたいとかいうふうに思ってる人も、まあ少なからずいるのかなっていうふうに思うんで、そこはね、まあ可能性としてはまあ少ない、まあ、
まあ、3、まあ、10% はないですよね、今の。94人で4人なんで、うん。だから、まあ、数パーセントだと思うんですけど、まあ、そこをね、思い切って、行動するっていうのも非常に大事なのかなというふうに思うので、そこはね、皆さん、頑張って、やっててもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はね、入団テストについてお話ししてきました。まあ、もしね、もっと深掘り、ここはどうだったんですかとか、話聞きたい人言いましたらね、ぜひね、まあ、メールでもいいですし、僕のなんか、僕、インスタグラムとか、まあ、ツイッターとかもやってるんで、まあ、あんま見てないんで、ちょっとあれ、遅くなってしまうかもしれない。まあ、返信はメールの方が早いと思うんですけど、まあ、SNS であってもいいんで、DM とかしていただいたらね、それに関するね、まあ、お答えなんかも、できるかなというふうに思うんで、ぜひね、皆さんのそういう、夢のね、なんていうんだろう、うん、お手伝いをしたいなというふうに思うんで、ぜひね、そういうのを聞きたい人いましたらね、ぜひよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっておこうと思うんですけど、すいません、何回もすいません、チャンネル登録者数5万人目指しますんで、まだの方いらっしゃいましたらチャンネル登録ポチッと、高評価もポチッと、通知のボタンなんかもあるみたいなんでね、通知もポチッと押していただけると嬉しいと思ってます。そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。今回もどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。